ハンドレッドノート。おかえり。あやさん、起きとったんですか？はい。あの子のことを思うと眠ってなんて。しかし、ひどい顔色です。せめて横になった方が。そんなことより、あの子は、アミカは。さっき話した通り、まだ見つかっていない。何か少しでも手がかりは。それは。せめて、あの薬物中毒の老人がまともに話せれば。難しいでしょうね。副作用の強い薬です。知ってるんか？有名だよ。通称はマザードロップ。マザードロップはセロトニンを過剰分泌させ、ドーパミンの再取り込みを阻害します。他にも複数の神経伝達物質に干渉し、使用者に多幸感をもたらす。大量に使用すると、子が母から感じるような無償の愛を世界中の人から感じられるという錯覚を生むそうだ。それでマザードロップか。あのビルはマザードロップの取引場所と噂されていました。なんやて？じゃあその薬物の副作用であの老人はダメになったんか？違法薬物なんて全部まとめてクソだけど、マザードロップの副作用のうち変わっているのはサルコペニアだ。サルコペニア？加齢性筋肉減弱現象。要するに筋肉が衰える症状です。マザードロップの常用は急激な筋力の低下をもたらします。あの老人はまともに歩けないどころじゃない。腕を上げるだけでもきっと一苦労だよ。そんな。そのことで警察から一つ不思議な情報が。居場所だろ。なぜそれを。なんとなくね。どういうことよ。あの老人はビルの出入り口近くの廊下を定位置にしていたそうです。ほんなら、なんであの鎌がある部屋にいたんよ。まともに動かれへんねやろ。それが謎だと。ほんまは動けたとか。無理だろうね。確かにマザードロップの副作用は不可逆のものじゃないけど、筋力を取り戻すには最低でも半年以上薬物を断たないといけない。ほんならなんで。どうしました？釜から採取された炭の分析結果が出ました。炭化した髪の毛が混ざっていたそうです。それまさか。採取された髪の毛の DNA は東雲彩さんと親子関係にあります。アミカ、アミカ。肉か骨。え？人間の肉や骨は出た？ちょ待てやエミ。あ、いえ、髪の毛だけです。そう、やっぱりね。やっぱり？マドカさん、それは。ま、最初から大体分かってはいたけど。エミ、お前まさか。手がかりはこれで出揃った。さあ、答え合わせをしよう。答え合わせって。東雲彩さん、あなたは二つの嘘をついた。え？一つはタクシーの行き先だ。いきなり起こった事件だからしょうがなかったとはいえ、ネストの探偵相手にすぐにバレる嘘をつくものじゃないね。何が言いたいんですか？タクシーの目的地は初めからあの雑居ビルだったって言ってるの。何やて？いくら寝ていたからって見知らぬ土地に連れて行かれて、素直にお金を払って車椅子の娘を降ろすバカはいない。それは。言い訳はいらないよ。もうタクシーの運転手を見つけて裏を取ったから間違いない。いつの間に。二人が帰ってくる前にね。ネスト本部に依頼したら一発だった。では、アヤさんがついたもう一つの嘘とは。アミカさんの事故だ。嘘なんかじゃ。去年、旧アクラ通りにまつわる事件を担当した際、あの道路の事故記録を全部漁ったことがある。記憶に潜って確認したけど、11歳の少女が大怪我を負った交通事故なんて存在しなかった。ほんまか。ですが、どうして。最初から疑っていなければ調べようとも思わなかったはずでは。それに、事故やないならアミカさんはなんで車椅子に。わからない。ついさっきまで僕たちはそういう話をしていたじゃないか。さっき。まさか。マザードロップ。この事件にあの薬物が登場した時、事故の話が怪しいと思ったんだ。あまりにも状況が符合する。ま、正確にはもっと前から疑っていたけど。それで事故記録を当たったと。そうなると気になるのは、誰がアミカさんに薬物を渡していたのかだけど、あなた以外には考えられないよね、東雲彩さん。自分の娘に。違う。
だからあのビルに行ったんだろう。ほら、話がちゃんとつながっていく。そうか、あのビルはマザードラップの取引現場でしたから。娘に飲ませる薬物を買いに行ったっちゅうことか。違う、それじゃあ海外渡航の説明がつかない。逆だよ、聖一。あ、逆？何を。これはポータブル X 線撮影装置だ。見なよ、これ。なんや、この芋虫みたいなの。決まってるだろ、マザードロップだ。アミカさんの足が事故の後遺症じゃないなら、彼女たちが頻繁に海外に行く理由は他にある。その答えがこれだ。運び屋。そういうこと。薬を詰めた小袋を大量に飲み込んで、人間コンテナとして違法薬物を輸入していたんだ。つまりあのビルに向かったのは。そう、買いに行ったんじゃない、彼女は売りに行ったんだ、マザードロップをね。言いがかりって言うなら、そのお腹の中に詰まっている袋の中身を明らかにするんだね。ついでに言うと、最初に聞いたドイツの病院に君たちの診療記録はなかった。おいおい、顔色がどんどん悪く。青白い肌、大量の冷や汗、胃が膨れ上がっている人間の特徴だ。アミカさんの失踪で動転したんだろうけど、すぐに警察やネストに通報したのは失敗だったね。それはどういう。トイレに行けば済むって話じゃない。胃から袋を取り出すのはそれなりに大変だけど、警察や僕たちが近くにいたんじゃその準備もできない。まさか、だからアヤさんを事務所に引き止めて休ませたと。別にどうってことないだろ、君が娘に強いた苦しみに比べれば。なんやて。タクシーの運転手が証言したよ、親子揃って具合が悪そうだったと。まさか。違う。君、娘にもやらせたな、マザードロップの運び屋を。違う、私はそんなこと。やれやれ、この後に及んでまた嘘。嘘のうまさは遺伝かな。どういうことよ。それこそが事件の真相だよ。